と、まあそういうことで、金ということです、今年。皆さんどうですかね。私はですね、今年、パって思い浮かんで2つあるんですよね。まあ、もう全く個人的なものなんですけどね。2つありますね。どっちかって言ったら、はい、皆さん、こんにちは。マミルコガイです。今日はですね、毎年なんですけども、この時期、今年その年のその1年を漢字で表したらどうなるかっていうのを、京都の清水寺で発表されるんですけどもね。で、また、今回、今年発表されました。で、これはですね、12月13日ですね。まあ、12月13日にまあ、発表されたんですね。でですね、まあ、今年は金ということで。まあ、オリンピックですね。もう主にオリンピック。20何個でしたっけ？忘れちゃいましたね。27個か9個か。そんな感じでしたね。30個いったのかな？ちょっと忘れちゃいましたけどもね。ということで、これ京都新聞、読んでいきたいと思います。1年の世相を表す今年の漢字に金が選ばれ、京都の清水寺で、13日、日本漢字能力検定協会が発表したということです。で、金が選ばれたのは2000年、2012年、2016年に続き4回目。おー。もう金ですか？日本人金好きなんですかね。で、日本漢字能力検定協会は応募者が金を選んだ理由の概要として、東京五輪や日本人選手が多数の金メダルを取ったことや、大谷翔平選手が大リーグで MVP を獲得、藤井聡太さんの最年少四冠達成など、各界で金字塔を打ち立てたことなどを列挙。そうですね。さらに、給付金や新紙幣、新硬貨などの金にまつわる話も話題に上がったことを挙げているということですけどもね。今年の漢字、それですね、今年の漢字は、1995年に始まり、今年で27回目。で、清水寺の、森監守は、4回目の金。東京五輪での素晴らしい活躍が皆さんの強い印象になったのではないか。金に負けない輝かしい一年になるよう来年も努力していきたい。と語ったということなんですけどね。ちなみに去年はですね、密。そうですね、密ですか。そうですね。とまあそういうことで金ということです、今年。皆さんどうですかね。私はですね、今年、パって思い浮かんで2つあるんですよね。まあ、もう全く個人的なものなんですけどね。2つありますね。どっちかって言ったら、実は今年旅ですね。旅です。確か緊急事態宣言、まあ、続いてたりなんかありましたけども、その、なんていうかな、収まってたところ、新規感染者数が、こう、収まったところを、まあ、随時、こう、収まった時に、まあ、随時、こう、行ってた。そういう風な感じがあります。今年は、だから、実は、去年以上に私は、いろんなところ行きました。まあ、動画ね、今年の動画でも、例えば、佐世保もそうだし、高松もそうだし、高崎にも行きましたからね。でですね、まあ来年も、まあ今年以上に、どっか行ければいいなとは思うんですけどもね。でですね、やっぱりまあ基本的には旅が好きなんですよ。ただ旅行くときは、まあ必ずもうマスクはする。で、自分でその、除菌用のウェットティッシュはおろか、アルコールも持参して、ちっちゃなちょっと見せましょうか。こんな感じ。こんな感じの小さい。シュシュっていう、これ、アルコール。アルコールで。まあ、こういうふうにアルコール持って、必ず持って、旅行に、旅に出てました。と、まあ、そういうことでね、今年はまあ、今のところはまだそんなにオミクロン株爆発しないんでね、今まあ、旅行行くっていうのもありかもしれませんけどね。ただ、やっぱり密になるところ嫌だっていう人は行かない方がいいです。まあ、動かない方が、いいです。それが賢明です。無理に旅しろなんて言いませんからね。と、まあ、そういうことでね、まあ、私は金というよりも、まあ、旅ですね。あともう一つの候補としては、再会の際、再びって意味ですね。あれも考えました。あれも考えましたね。実は今年、今までやめてたことを、また、再度挑戦、することを決めて、今それに向かってちょっと努力してるところなんですよね。来年の中ぐらいには、来年の終わりぐらいには、多分、まあ、結果報告、まあ、できるとは思います。成功すれば。成功したら、まあ、まあ、
お知らせしたいと思いますけどもね。と、まあ、そういうことで、まあ、巷では金と。まあ、私は旅、もしくは、まあ、歳というふうな感じですけどもね。まあ、皆さんは、視聴者の皆さんどうだったですかね。まあ、来年、去年の段階で、去年の前ぐらいで、まあ、今年2021年は、まあ、去年よりは良くなるよと思う、いうふうなこと、思ってました。10月以降ですね、良くなったっていうのは、10月以降、まあ、確かまあ、良くなったと。まあ、いわゆるこのワクチン2回接種、して、それからまあ良くなったっていうふうなことは言いますけどね。来年は今年よりもまあずっと良くなると、また、いうことができると思います。まあいろいろオミクロン株に、まあ続く、なんとか株、かんとか株、また来年もできるかもしれませんけどもね。それをブロックするかのような、そういった、まあ水際作戦のような、そういった政治判断。と同時に、やっぱりあとは、医薬品ですよね。本当に来年、今年の終わりぐらいですよ。もうじき飲み薬、まあ、発売されるっちゃ発売されるふうなこと、私動画で言いましたからね。そういう報道ありましたからね。今年の終わり。もうあともう少しでね。本当に売り出されるのかどうか。だから来年以降、まあ、飲み薬できれば、まあ、ほぼほぼ、収束に向かうんじゃないかなとは、思いますけどもね。まあ、私別に医学部卒業した人間じゃないんで、ちょっとわかんないですけどね。医者じゃないんでわかんないですけどね。と、まあ、そういうことで、まあ、来年もまた、旅ガンガンしていきたいと思いますけどね。で、今日はですね、その旅の話っていうわけじゃないんですけどね。実は、先週一泊二日で旅行行ってきました。で、今週中に、その動画アップしたいと思います。できれば明日か明後日ぐらいに、まあ、第一弾バーンってアップしたいと思います。まあ、二つぐらいなんですけどもね。まあ、多分、まあ、尺。まあ、二つぐらいですからね。回数的には二回ぐらいに分けて。まあ、四五回行ったってわけじゃないんで。一泊二日だと、やっぱり四五回の動画ちょっと難しいですよね。まあ、そういうことで、まあ、来週へ、まあ、今週の終わりぐらいから来週にかけて、まあ、動画、旅の動画バーンバーン、まあ、出していきたいと思いますけどね。まあ、そういうことで、また来年も旅、できたらいいなというふうな、気持ちでいっぱいです。皆さんもどうでしょうかね。まあ、家に閉じこもってる。まあ、閉じこもってね、もう本当に収束してから、でも遅くはないんでね。まあ、いつか、そういった旅、気楽に行ければいいと思います。ということで、今日はこれで終わりにしたいと思います。アディオス。アスタマネナ。